新宿駅の南口コンコース内で知人と待ち合わせをしていた時、そいつは激しく遅刻中で俺が PHS 持ってるだけだったイライラしてるとコンコース内を行ったり来たりしている外国人の老夫婦発見。ああ迷ってんだなと思いながら見てると唐突に旦那の方と目が合う。トランク転がしながら急接近する二人。やべえ英語ろくに話せないぞと焦る俺。しかし事態は予想の斜め上。カスクデフルグチジュキロ P。 明らかに英語ではない言葉で話しかけてくる旦那。いや意味わからないんですが素で日本語で返す俺。しかし何やら紙を差し出すので見てみると日本語とアルファベットこれも英語じゃないで駅名が順に記されていて誰かが書いた目的地までの案内だとわかる。拙い英語でやり取りするとどうやら身内の方が日本在住でその人を訪ねてきたらしい。だが俺も新宿の後の駅が何線なのかわからんのでその紙で駅員に聞くと都営新宿線だったかな。とにかく一度改札の外に出て右方向に歩かないといけないことが判明した。まあ俺が分かったからあとは案内するだけなんだが問題は俺の外観な。今も褒められたものではないんだけど当時は本当に柄の悪い風体だった。それが旦那をほりゃこっちだいいから切符を出せとにかく出ろ話はそれからだとばかりにどんどん連れて行こうとするもんだから奥さんが完全にビビってついてこない。俺も怯えられてるのはわかるんだけど単語連発式の会話しかできない上に愛想が悪い。結局俺が数歩歩く旦那が数歩近寄ってから奥さんをなだめる奥さんが無理無理絶対あんた騙されてる的な反応をしつつしぶしぶついてくるという実に効率の悪い方法で5分くらいかけて目的の場所へ到着。普通に歩けば1分弱。2人からビビられない程度の距離を置きつつ階段の下にある表示を指さしてあれがあなたたちの探していた駅へ向かう路線だあとは駅員に聞いてくれとやはり単語で言った時突然2人の様子が変わった。あんたはいい人だありがとうと多分握手をしてくる旦那。誤解しててごめんねとおそらくは謝り倒してくれる奥さん。共に素で自国語。さらにはいいって言ってるのに旦那がボールペンを2本くれた。笑顔で手を振りながら階段を降りていく老夫婦にこっちも笑いながら手を振ったんだけどあれからだと思う。少しだけ愛想よく生きようと思ったのは余談だけどもらったボールペンはインクが出なかった。でも今も大事に取ってある。